みんな集まってー。アキオさんのお部屋が、始まるよ。ゆっくりしていってねー。始まったな。始まりましたね。今日はファミスタの隠しメッセージを暴くんだぜ。隠しメッセージなんてあるの？タイトル画面を待っていると流れるこのチーム紹介だけど、ある条件を満たすとここに隠しメッセージも表示されるんだぜ。どんな条件なの？ナムコスターズの一人用で秘密のパスワードを入力して開始してから10連勝して優勝すればいいんだぜ。ナムコスターズで10連勝は結構難易度が高いわね。確かにホームランバッターがいないからなでも頑張るぜ。さあ始めていくぜ。まずはナムコスターズを選んで秘密のパスワード1198を入力してプレイ開始だぜ。なんてこと、対戦相手はナムコスターズなのね。そうなんだぜ。話はそれるが秘密のパスワードを使えば他球団でも同一チームの対戦も可能なんだぜ。それは嬉しい配慮ね。でもそんなこと説明書に書いてあったっけ？これは隠し要素だから説明書には書いてないぜ。でもそんなパスワードをどうやって探せばいいの？まさか総当たりで探していくとか。まあ総当たりで探すこともできるだろうけどすごい労力だろうね。当時ゲームの隠し要素は攻略本やファミコン雑誌の裏技として掲載されることが多かったからファミスタの同一チーム対決も本や雑誌で知った人が多かったんじゃないかな。雑誌の付録でカセットの裏に貼れる全チームの対戦パスワード表なんかもあったりしたぜ。それは便利なシールね。私も欲しいわ。アキオさんの中古で買った裸カセットのファミスタにもパスワード表のシールが貼ってあったらしいから中古のファミスタを探せば今でも手に入るかもしれないぜ。ただアキオさんの少年時代は毎日友達の家に集まってファミスタをやっていたから対人戦が楽しすぎて一人用でプレイすることはあまりなかったらしいぜ。友達と遊んでいたのね。リア充ね。ぼっちの今のアキオさんからは想像できないわ。アキオさんにも楽しい時代もあったということだぜ。生きていれば少しはいいことあるから元気に行こうぜ。さあ雑談をしていたらもう9回裏だぜ。点差はあるけどピンチだな。でも点差があるからよほどのことがない限り大丈夫でしょ。相手の無茶な走塁に助けられたな。まずは1勝目だぜ。10連勝？謎のワードね。斬新だわ。斬新だな。バグじゃないんだろうけど無理やり感がすごいな。万歳もないんだな。では2戦目以降はダイジェストもなしで試合終了からナムコットスポーツのみの駆け足で行くぜ。延長11回で3対1とは新勝だったわね。打線が弱いから厳しいな。さてこの後のナムコットスポーツに掲載の写真は動きがあるから注意してみてほしいぜ。写真が万歳するのね。そうなんだぜ。連勝の数だけ万歳するんだぜ。2連勝なら2回万歳、8連勝なら8回万歳するぜ。ほんとだ、じゃあ今回は3連勝だから3回万歳ね。そうだけど、ほんとに3連勝なのかな？ナムコットスポーツも3連勝になっているけど？あ、気づいちゃった。そういえば1勝分足らない気がする。最初に勝利した同一チーム対戦がノーカウントになってるっぽいな。10連勝のあれね。10連勝。じわるわ、じわるな。ということで5連勝目の4連勝な。万歳は4回ね。6連勝目の5連勝で万歳は5回ね。1対0とはギリギリの勝利ね。白鵬の勝利だぜ。厳しくなってきたな。7連勝目の6連勝で万歳6回ね。ホームランを3本も打たれているわね。終盤のチームは打線にホームランバッターが揃っていて厳しいぜ。8連勝目の7連勝で万歳7回ね。出るチームにもホームランを3本打たれているわね。全部ソロホームランで、3点に抑えられたのはラッキーだったぜ。9連勝目の8連勝で万歳8回ね。さあ、いよいよ最終戦の最終回だぜ。
おめでとう、やったわね。動画では試合ははしょってあるけど10試合をこなすのは40過ぎのおじさんには結構辛い作業だと思うぜ。感動の胴上げね。では、しばらく胴上げをご覧くださいだぜ。胴上げが終わったらお目当ての隠しメッセージが見られるぜ。胴上げが終わったぜ。この後いよいよ隠しメッセージが出てくるぜ。タイトルのすぐ後に出るぜ。目を凝らしてみるんだぜ。これが隠しメッセージだぜ。なるほど。いわゆるスタッフロールだったのね。出すためにかかる労力の割にはシンプルな内容ね。シンプルだけど、当時の限られたロム容量に詰め込まれた遊び心なんだぜ。では、当時のスタッフのメッセージに込めた思いを想像しながら今日はおしまいにするぜ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。